はい、田です2020年2月12日、えー、13時45分、えー、今日の日経、えー、118円プラス、えー、マンダラだらけ587円マイナスの1円このナッツなんですけど買って。 マイナスだったんですけど今日えー、っと96円で売れました96円で6,000株このまま下がっちゃうのかなとか思ってたんですけど、えー、95円で六千株買ってこれが円で6,000株買って 5日ですよね2月の5日の水曜日に95円で6,000株買ってずっと今まで持ち越して我慢して持ちか売らずに我慢してました今日96円で差してて6,000円、えー、プラス6,000円ということなんですけど今日12時からあれなのかな11時これ97円つけてますよね それから今ちょっと下がってて今93円94円を行ったり来たりっていう感じなんですけどもう、まあ、プラス6000でも取れたので良かったっていうことですで、えー、ブックオフ1 2百千二十2 0円から 下げて今1,010 10円やっぱり1,000円台っていうのは定位置なんでしょうかね956円を底にして徐々に上げてますこの夏これもちょっと乱高下激しいですよねウイ,ウイルス肝炎でストップ高をつけた後一気に下がって ここ陽線になってるんでこれからどういうふうな形になるんだか3期これ一本上げてこう順調に上げてますよねただ高根県なんで要注意だと思いますマンダラけマンダラけも570円76円をそこにちょっと戻したんだけどちょっとこの辺がちょっと今不安定ですよね 早く6 0 0円台戻ってくれるといいんですけどで今日の銘柄でこの大ずいぶん上げてますよねこれもやっぱり新型コロナの関係だとは思うんですけど260円51円高プラス51円高になってますよね 円2月の7日143円から120円上げてますよね。でコロナ新型コロナウイルス関連記事いっぱい出てるんですけど新型肺炎の死者1000人超え感染者は4万2638人と。 こんな感じで出てますまだまだ収束する気配はないようです。でクルーズ船検疫官含む40人新たに感染クルーズ船重症者4名クルーズ船一向に落ち着く気配はありません、えー、新型肺炎県内 男性が感染自宅で待機その後発熱県内医療機関に入院家族など症状出るか調査ということですねまだ日本では死者がいないんですけど中国ではもうすでに1万人超えてるというあ1万人ごめんなさい死者が1,000人超えてるという。 ただこれは実際にねあの中国政府が本当のことを言ってるかどうかわかんないんでこの10倍とも言われてるしそうなれば一番は軽くに超えてるんじゃないかなっていうふうにも感じますでマスクが不足しててあの日本からも結構援助物資としてマスクを中国に送ってますで日本も生産してマスクを作っていますが 8割型中国からの輸入その原材料も中国から輸入ってことなんでこれがストップした時じゃあ日本国内で2割その生産日本人に対するマスク自体も供給,が供,あの供給できるのかっていう問題も出てくると思うんですけどこれ長引けば長引くほど中国の経済は停滞で。 日本はもうすでに1兆円の規模の、えー、損失ということを政府が言っています。でそういうのを管理した時にその株価、えー、と日経ダウが今日も118円上げて2万3,804円っていうふうなこんな感じなんですけどその先行きっていうのは暗いんだけども。 なぜこれが上げてるのかっていうことなんですよね。うんちょっとあのあと自分もこう失敗しちゃって夏買ってこれ95円で買って96円で6000円,円売れてよかったっていうことなんだけどやっぱり100株買うとか500株買って様子も見ながら買うっていうことなんでしょうね。だから 自分自身もすごく反省しなきゃいけない点です。まあ絶えずやっぱりこの辺はあの監視銘柄としてまんだらけあまり商ないないんだけどやっぱりお気に入りの銘柄なんで毎日絶えず観察していきます以上です。